方向が川口2番の清津選手が間もなくゴールします。最終ターンを切り回って、さあゴール、タイムは1分25秒77。さあ間もなく川口3番渡選手1番タイム午後からの部でかなり路面温度も上がってタイヤにもかなり辛い環境になっていると思います。車内温度も非常に高くなっていると思います。スタートライン上では川崎県4番の大下選手がスタンバイ中。ビッグチャレンジュール1分24秒15。